はい、おっちゃんでーす。今日はね、12月の29日、年末年始ね、お気どきで、プラスをね目指すというね、企画じゃないな、まあそういうのをちょっとやってみようということで昨日からやってます。で、まあ今日もね、ちょっとね気合い入れてね頑張ってきますんで、よろしくお願いします。それでは行ってきます。
今終わりました。時間はお昼の1時過ぎぐらいですね。お腹減る、すきましたね。で、今日のまあ結果なんですけど、投資が2万3000円、回収が4万円、1万7000円の勝ちということで、まあなんとかね、プラスに持っていけたっていう日でしたね。で、まあ、今日の展開なんですけど、まあ、1回目かかった台っていうのが、まあね、61ゲームだったっけで光ったんですけど、まあ、右側点滅ですね、まあ、天国確定ということで幸先のいいスタートを切って、まあ、5連チャンだったかな。で、48ゲームかなんかでかかって、そこからヒューッと静かになったっていう台なんですけど、まあ、200ゲームぐらい回して、で、まあ、ちょっとやばそうだなと思ってね、台移動ちょこ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 してって、で、そしたらね、1回目初当たりが18ゲームで、440ぐらいだったかな、400ぐらい、うん、それぐらいで捨ててあった台があったんですね。で、まあそれ座って、で結局天井まで持ってかれたね、いかんね、うん、で、それでかかって、で一発で天国上がらんかったんですけど、その次でね、上がってくれて、で、まあ、まとまった出玉がね、出てくれてね、なんとかプラス域になったと。で、最後ね、また自分がね、一番最初に、48ゲームでかかってから、他解いた台ですね、誰かがまあちょっと温めてくれたんでしょうな、400ちょっとぐらいね、回してくれて、で、まあ、チャンス割って、で、スイカ解除、ね。で、これ間違いなくスイカ解除ですね、遅れたんでね。で、そこから天国上がらず、ということは、おそらく通常営業おったんじゃないかなという予測の中で、もでも、ね、追加解除の場合はね、通常便に行く可能性が結構高いんで、うん、で、まあ、おったと。で、そしたら、まあ、早当たりが来て、で、まあ、そのまま天国行ってくれたっていう。まあ、ただ、連チャンとしては、まあ、少ないんでね、まあ、4年だったかな、うん、だったんで、まあ、あまりプラス、思いっきりプラス域っていう風にはならんかったんですけど、まあ、換金4万円のラインっていうところを守って、とりあえず、一旦換金したということですね。はい。で、まあ、今ね、ぐるっと見てても、今日はね、今この時間帯になって、結構、大移動ができにくくなってきてますね。稼働がやっぱり上がってきてるんで、その中で、まあ、まあ、期待の持てる台っていうのがね、どんどん少なくなってきてたんで、一旦ちょっと今日はね、ここで終わりにしようかなということでやめました。まあ、後から行くかどうか分かんないですけど、まあ、多分今日行かないかな。うん。で、まあ、またね、これで2日連続で勝ってるんでね、また明日もね、いい形で勝てるようにね、頑張りたいなと思います。それでは、またよろしくお願いします。